ました。はい。はい。時間が。はい。はい。うなぐないけてる。うなぐないけてるの時間が。はい。最終回。ついに終わっちゃう最終回ですか。最終回。はい。楽しいですね。じゃあ、せーの。うなぐないけてるー。イエーイ。2ヶ月ぶりぐらいに出た気がするもん。かぐや君も久しぶりに結構死亡説出てたからね、ルナルナイケてるの中で、はい、もう死んだんじゃねえかっていう言われ続けて、そうですね、やっと、はい、出たっていうま、マヤになってる、マヤ、あ、マヤになってる、マヤ君は出ないですね、マヤ君、マヤ君、マヤ君ですね、はい、はい、最終回じゃないです髪型本当だ、マヤンだってもうヘアメするのはもうやめました、一生ルナです、お願いしますイエイイエイイエイ、そうですね、ニコ生の方もね、お計らいでバンドの方の LINE をね、載せてもらってます、神谷です、イエイイエイ、はい、イエイ、携帯何個持ってるんですか？いや、でも2個だけです携帯なんだ、2個も持ってるバンド用の、いやいやいや、携帯2個持ちの家族にね、バレないようにやってるんで、はいはい、森本のね、なんですか、そうですね、家計に代々伝わるね、ゆうすけ家さんって誰ですか、それは森本家の、はい、森本家のご子息、はい、お、あ、来た、一人来た、お、来た、来たよ、来た、あ、はい、来ました、これ、何持ってるの、お土産です、すごっ、お土産です、何ですか、何すか、これは、なんだこれは、どうしますか、これはうぃーい、またこれ早くこれ、ゆりこ生が終わるから、全部食べながら、俺ですか、俺ですか、スイカめっちゃ早いやついたよね、いるよね、志村けんだっけ、いましたね、なんかもうぶわー食べるやつ、スイカ俺プチプチ押すのが好きなんだよ、なんか気持ちよくないやつ潰すのスイカ、もうスイカの季節ですね、スイカを潰すのが好きっていうスイカ、ね、スイカとかやばいっすねこれはい、ライトです、お願いしますスイカを潰すのが、ね、いきなり自己紹介に戻るっていうはい、薬師寺です、よろしくお願いします、えいえい、見切れてるよ、早く見切れてるよ、見切れてるよ、はい、あやです、よいしょーイエイはい、で、今日はなんと、8月からオープンするライト代表がね、就任する新店のマジックについてはい紹介しようかなと1時間はい1時間、きっちりとはい、あやくんまでですねはい、あやくんまで、うん、ここマオとアヤの間までマジックですね、はいはい、アヤくんだけパラレルの存在を頑張りにはいはい、クラブマジック、ちなみにいつオープンなんですか、オープン日は8月4日です、8月4日、イエイ、イエイ、はい、ね、ぜひ3K75 ビルなんで、はい、はい、来てください、5階の B 部分です、5階の B 部分、5階の右側ですね、はいはい、で、そうですね、今日はそのマジックの、まあ、求人向けな感じなんですけど、はい、入店メリットをね、はい、1人ずつ1時間全部で80個ぐらいいるかな1時間あるんだ、めちゃくちゃあるじゃないですか、80個ちょっと挙手制で、あやだけパラレルのメリットをね考えついたらはい、はい、で、ホソースがなんと7月5日にアップされる予定なんで、ナイト君の新しい写真がね、はい、潜在写真を、サムライブルーの
はい、なっちゃうよっていう。はいはい、ってことで、じゃあね、メリットじゃあ、挙手制で、挙手制で、やばいじゃん、メリットないじゃん、入っても、ないやつじゃん。挙手、メリットですか。はいはいはい、神谷くん、はい、すごく楽しいです、ぜひ来てください。まだオープンしてないかもしれない。楽しくないかもしれない。もしかしたら楽しくないですかね。はい、マオは、じゃあ、はいはい、店内の内装がめっちゃ豪華です。はい、はい、本当かな、大スマッカー、スマッカー、スマッカー、見たことないでしょ、ぶっちゃけ。見た、あ、一回来たんですよ、本当に。見たことないかと思った。絨毯、カーペット、カーペットが大好き。なんとね、はい、最高級のカーペットを使ってます、ね。はい、ソファーも最高級なんで。最高級のエナメルですね。カーペット、エナメル、エナメル。ね。ちょっとテンションが低いんでね、みんな。今日はそろそろ上げますか、じゃあ。テンション上げよっか、テンション上げてこっか、じゃあ、一回。映るメンバーは、とりあえず、ライト君と、真央君は、真央君は4月の気分ですね。なぜ、それで、真央君は4月の気分で。気分。はい。気分で。頑張ります。まあ、そろそろね、あれなんで、真央君と、はい。はい。僕です。そろそろ決めないと。はい、あれなんで、やばいんで。はい、1ヶ月ぐらいですからね。え、あと1ヶ月ぐらいかね。あと1ヶ月ぐらいですからね。そうですね。まあ、そのバラバラになっちゃうから、その来月なんとパラレルみんなで旅行に行くことになりました。またですか。はい、イエーイ。しょっちゅう旅行行ってますね、このお店。旅行行きすぎだよ。旅行行きすぎです。3ヶ月に1回行くから。社員旅行に。ちなみに次は名古屋で。名古屋です。名古屋で。22人ぐらいで。楽しみだな。名古屋の第一朝日っていうラーメン食べるのが、俺は。毎回それ言ってますもん。第一朝日。第一朝日っていうラーメン屋が好きなんでね、俺は。錦にある。さすが2だね。もう。グルメのライト君。楽しみだな。わざわざ牛タンを食べに仙台まで行っちゃうらしい。名古屋行ったことないもん。はい。はい。じゃあ、真央くん、メリット、他に、他に、そうですね、はい、旅行行けるってのもメリットですよね。お、マジで、確かに、お、いいこと言う。年に5回はね、旅行好きなんで。毎月プチ旅行はしますからね、なんかどっかしらに、どっかしらに、どっかしらには出かけるんで、毎月。そうですね、たまに遠くに、たまに遠くで、ほとんどはもう渋谷とかね。渋谷、近場、池袋とかね、千葉、千葉、ボーリングしたりとか、ボーリングしたりとかやってるんで、ね、そう、マジックとお店も、なんと月に1回、絶対、その、みんなで遊ぶっていう、強制的に、はい、行かないとダメって、はい、リムジン乗ったり、リムジン乗ったり、なんか情報が漏れてますね、まあそうですね、はい、葵くんですか、葵くんですかね、書いてるの。僕はもう今日はあのコメントは拾わないって決めてるんで、もう多分前の俺たちですね、放送で今日は拾わないっていう。何、何でしょう。もう前の放送でリムジンの中の撮影したムービーを乗っけたんだよ。ああそうなんだ。あれ乗っけたんすか。あれ乗りました。あの俺たちがね、はぶられたっていう。いや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 、俺たち3人がはぶられた、はぶられたっていう。勝手にみんな授業行ったり、お店のお金でね、勝手に遊んだっていう言われてる、あの日の。俺たちはレジが合わなくてずっとね、仕事したのに行っちゃうから。最低ですよ。はい、入店メリットその3、リムジン乗れる。はい、よいしょ。イエイ。そろそろじゃあ、アヤが食い込んできてもいいんじゃない。そうですね、パラレルの良さを、パラレルの良さ、良さ、良さはないの。楽しいでしょ、旅行行けるでしょ、でしょ、あと人数たくさんいるでしょ。人数いますね、最近新人増えたんで。最近新人が増えましたね。いつも20人ぐらい出勤してるんで。いいですね、新人増えたんで。ここは思いついてる、なんか何ですか。まあ口じゃ言えないよね。働いてみないと分からないですからね。いいところってね、やっぱね、確かに、あのね、
よくお店を飛ぶって有名なアヤくんも続いてるんでね。パラレルでは。そんな飛んでない。はい。そうパラレル本当に、はい、ね。全員。はい、飛んできたやつが、はい、赤白からね、全員飛んできたやつが、ね、はい、全員セナとかもそうだし、ね、まあスバルとかね、全員スバルとかもそうだし、ね、どっかしらお店を全員飛んでるやつらが、ね、はい、集まってるけどパラレルでは飛ばないっていう、そうですね、はい、ぐらいいいお店なんで、しょっちゅうね、本当にね、しょっちゅう揉めますよね、いろんなところでね、よそのお店と展開なしよりすぐに乗り込まれたのか、はい、乗り込まれた大丈夫です、マジックではそういうのはないんで、ないですか、はい、ないんで大丈夫です、はい、ある意味すごいやっぱお店なんで、はい、マジック入店メリットその4、ね、一重の方はね、タダで二重にできる、マジですか、やったー、なんでですよ、埋没プチ整形が経費で落ちるって、マジっすか、あるっすか、いいっすか、じゃあ俺マジック、俺もマジック、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 喜んでる方がいるんで、実証実証の方が、これちょっと経費で、これは経費で、これ言っていいやつなのかな、これ言っていいやつ、いやもう言っちゃってるじゃないですか、完全に見切らしたじゃないですか、真央くんがマジックに入店すると決まった時に、はい、ケーキで埋没してきたんで、はい、なるほど、よいしょ、はい、よいしょ、他のホストクラブにはないじゃないですか、はい、失敗しても知らないです、ね、いいな、マジックだよな、はい、ただし一重の方限定なんで、一重の方限定です、はい、二重の方は整形できません、はい、いいな、じゃあ俺行こうかな、いや、うちの店はあやと俺ぐらいですか、あのケーキでそうなしたいわ、すごいね、そうですね、本当にこれはいいんじゃない、はい、っていうぐらいの最高のメリットなんで、マジックの、はい、まさしくね、マジックっていう、まあ、まさしくマジック、次の日には二重になってるマジックっていうね、はい、マジックは本当に、うん、一重の人は絶対にいちゃいけない、はい、一重が二重になるっていうね、はい、はい、そういうマジックなんでいいなぁ、いやね、あやは一重なんで、パラレルで、経費でお願いします、経費で、いやなんか他のメリット、じゃあどんどん言っちゃうじゃん、じゃあ、じゃん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 、パラレルも経費で、はい、パラレルの経費で、パラレルも経費で本当にパラレルの従業員って本当になんか経費っていう言葉にやたら食いつくよね、何なんだろう、本当旅行に行くっていう話をしてもさ、経費なんだから北海道とかにしましょうよみたいな、経費の意味を分かってないから、そう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 、経費っていう言葉にやたら食いつくのは何なんだろう、経費したいんだよ、そうそうそう、飯食い行ってもこれ経費で落ちますから、そう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 、落ちるわけないじゃないですか、本当にせこい従業員が集まってるやっぱね、何なんだろうね、ご飯経費だよ、夏木とか特に経費経費言うもんね、ぶっ飛び、ぶっ飛びマン誰か、ぶっ飛び1日3回ぐらい言うもんね、従業員が経費ってことは、何なんだろうね、ライチ太ってね、はい、柳井さん、今日コメント拾わないで、はい、僕、今日コメントを拾わないっていう、30分間は拾わないっていう、あれをなんか決めてるんで、なんで、なんでだろう、意味わかんなくなるから、そういうのちょっとやろうかなっていう、ちなみにこの、ナイトチューブを見てる人の中で、ホストっていますか、今、あ、確かに、ホストの方、または、ちょっとホストに興味ある男の子。はい、見てたらちょっとなんかのし、のしたい、のし、のしとか、あ、はいだって、お、はいだって、ほんとにお兄さんホストですか、お、やばい、コメント拾っちゃったわ拾わないって決めてたのに拾っちゃったよ、思わず、お、いるいるいる、まあでもたまにね、男の子もね、見てくれてるからね、やっぱり、うん、歌舞伎の働いてる人ですかね、で地方の人とかも結構見てくれてるっていうのをちょいちょい聞くっていう、生で見ないとやっぱ意味ないのかな、これでも、あんまり、あー、どうなんだろうね、いやでも俺この前名古屋からなんか川崎でホストしてますね、来たからね、はい、見てますっつって求人が、へえ、そう、まあ、そんなそのね、地方でホストをしてる方のためになんと入店メリット5、はい、はい、5、なんと状況
日子宮です。えい、ドキドキも子宮だし、即日超高級マンション業に入寮できる。すげえ、すげえ、いいな。レザン、いいな。よいしょ。絶対検索はしないで。レザン。レザン。検索したら嘘がバレちゃう。いやー、群馬県からわざわざね見ていただいてるんで。高崎は群馬。高崎はいいとこだよね。いいとこですね。なかなかね、行ったことあるけど、でも高崎の松屋で飯を食ったことがあるわ、俺。全然味わいだけ。松屋もね、ちょっと場所にこだわる。そう、松屋も場所にこだわる。懐かしいな。町の味噌汁の味が違ったけど。いや、全然それは違うわ。あれ、俺、前そうな時やったな。拾わないっていう。高崎でホストどうなんだろう。はい、いろんなとこ行ってるんで、僕は。歌舞伎町に行きましょう。歌舞伎町の方がやっぱいいよね。ましょう、うちで。高崎ってでもホストそんななくなかったっけ、あったっけ、5、6軒ぐらい。高崎って1個もあると思ってなかったんで、むしろだっけ。前橋に何軒かで、高崎に何軒かとかじゃなかったっけ、なんか群馬って確か。そんな貴重な高崎のホストの方ですか。そうですね。ぜひ遊びに来てください。マジックに来てください。俳優でもいいんだよ。人数がいない、少ないですね。もうパッと飛んじゃおう。やばいやばい。大丈夫、すうちのお店は飛んだ人続くんで。飛んだ人続くし、寝るし、もう飛び大歓迎。はい、これを見ている。あなたもトラブルもマジックで二重にしよう。飛んでマジックで二重にして、その飛んだ時のトラブルもね、あやくんが解決してくれる。サクッとね、稼いで。はいはい。そうです。じゃあ入店メリット6は、その他店とのトラブルはトラブル解決役のあやくんが解決してくれる。はい、よいしょ。しかもマジックじゃない人。全然関係ない人っていう。ね、え、ちなみにあやはパラレルでこれからどういうポジションなの？お、それ聞いちゃう。聞いちゃうよ。それ聞いちゃう。もうね、来月から内勤になります。内勤になります。役職は？役職はなんとマネージャーらしいです。おー、えい、おめでとう。おめでとう。あやマネージャー。はい、ついにプレイヤーで心が折れたあやくん。もう僕の仕事聞いて感じました。あやくんはね、これ以上売れる見込みがないってことで。やばい、最近の方に。お前なんだろうね、限界が上がってるよ。限界感じたんで、もう限界感じたんで、フェードアウトしていこうかなと。もうね、プレイヤーでこれ以上売れるのは無理って悟った役がね。ついに内勤だ。来月から。今月狙ってるでしょ、ナンバーワン。ファイナル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 でしょ、一人で。いくらまで賭けしていいんですか。100万まで。めっちゃリアルな数字。なんと早くのも初回にもつかないし、指名もできないので、あと残り今日入れて3日間しか指名できません、早く。はい。わね、初回に ね、来たい人は今のうちに。あやくんにちょっとでも興味があったら、一回情けな指名を一回ぐらいしてくれてもいいんじゃないかな。そうですね。明日、明後日ぐらいしか。あれ、明日？明日？明後日締め日でしたっけ？明後日が締め日だね。そうだ、でもあと3日のプレイヤー生活だね、あやくん。そうだね。ああ。まあでもヘルプにはついたりするからね。そうですね。あの、喋れるんで、あやくんとも。で、まあ、うちの店のあの、アドバイザーの内勤の葵くんが、はい、葵くん内勤なんですよ。今、葵くん知ってる人。九条葵ね。はい、はい、で、あと葵くん、来月から内勤が増えたんで、プレイヤーに戻ります。本当に本当に本当に、イエーイ。めっちゃ確かに変わってるじゃないですか。はい、よろしく。かわいい、頑張って。また画面越しにクリアしてるかもしれない。はい。でもあれっすよ、LINE メンバーってみんな内勤経験してるんじゃないですか。もうみんな内勤経験してるよ、結構。ああ、でもそうだね、確かにね。もう
わずか1ヶ月のナイキン生活でした。お疲れ様です。ね、やっぱ葵はこれからキャッシャーでタバコが吸えなくなるってことだね。残念です、ね、残念だな。はい、それじゃあ今付け回しやってるんで頑張って。ああ、今付け回しやってまだこの事実は伝わってないと思う。付け回しを頑張って頑張っても来月からもうね。プレイヤーなんだよ。そうっすね。じゃあ、ちなみにナイキンになるにあたっての抱負とかなんか。抱負ですか？ないの、そういうの。なんかある。いやー、1年以内に代表になりますとか。そうそうそう、そういう。店売り5000万目指します。控えめなんですよ。店長で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 。店長ぐらい。店長ぐらい。店長ぐらいにはね。今年中って結構早いな。今年中って結構欲張りだね。もう半年なかった。半年で店長って。半年なかった。ね、結構欲張りって。はい。じゃあ一回 CM 行きますか。そうですね。はい。CM で。これこそ。終わる終わる終わる。はい。そんな感じで CM お願いします。お願いします。CM どうぞ。好きやけん、ずっと一緒にいるさ。本源と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。なぜかな。誰の女にもなるな。俺の女じゃない。プロポーズされたいならソウル。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はい、はい、よし。じゃあ今からコメント拾いまくろうかな。はい、よし。30分経過拾いまくろうかな。なんかもうちょっとでいなくなっちゃう疑惑なの。はい、もうすぐしたら僕帰るんでね。はい、いいなー。ちなみにいいなー。そう、なんかさっきからなんかその俺のことソフトデッパソフトデッパ言ってるけどね。まあソフトデッパだよね。普通に。でもなんか最近気づいたってか知ったんだけど、なんか出っ歯ってなんか正式名称があるらしいの。そうなんですか。なんか病気なのかわかんないんだよ。出っ歯ってなんかその正式名称が上顎前突症っていうらしいの。病気なんですか。わかんないんだけど。そう、この前なんか Google で出っ歯って調べたらなんか上顎前突症って出てきて、調べたらなんか一般的に言う出っ歯って書いてあるウィキペディアで。出っ歯でいいじゃん。そう、なんか上の顎の前にあのととあの突って書いて、そう、上顎前突症って。これこれこれ、そう、上顎前突って、これこれこれ、そうっていうらしいんだよね。なんかからだから、まああの今度からね、あの僕病気なんで、出っ歯、上顎前突症っていう病気なんで、本当にいじんないでください、ね、本当に病気の人をそういじるって本当最低ですよ、あなたたちは。ナイーブだなもう。ね、なんでね、はい、あの上顎前突症です。ね、いじんないでください、お願いします。ちなみにあの、僕のこともあのでデブっていうのが言葉の暴力デブとかブーちゃんとかさっきなんならなんか画面越しあって余計デブに見えるみたいな聞かれてたから。ね、なんなんだろうね。いつから本当にデブキャラになっちゃった。デブの正式名称ってなんかあんのか。肥満です。肥満症。病気。まあね、それがでもね、あのね、やっぱいいところだからね。ヨナルナさんの
やほんとに、ね、そうっすね。これも起きてるってよく言われますからね。もうそうだね、はい、これも起きてるってよく言われますから。起きてるって言われないみたいな。ねでも細いよね。なんでそんなに細いの？あ、目の話。体の話。目が。でも体も細いよね。やっぱ埋没ですか？埋没でもやってもさ、細いんじゃない？変わんなそうじゃない？多分あやの目って。目頭切開もします。どうなの？切開だよね。切開のレベルだよね、多分。うん。これは整形休み。整形休み必要だな。でもね、せっかいじゃない。でも一日も休まなかったもんね。休んでないですね、俺は。あ、そうだよね。そんな目立たなかったですね。ね、デブの正式名称、慢性肥満症って書いてある。俺はマジックで脂肪経費でも脂肪かな。経費で経費で落ちるから。そうですね。じゃあ入店メリットは、はい。あ、入店メリット忘れてたわ。ちなみに入店メリットの方で、あの歯の矯正はできるみたいな。まずか。そういうのはない。これって削るんじゃないっすね。削るっていうか、でもなんかあれじゃん、矯正のやつをはめるんじゃないですか。ああ、徐々にじゃないですか。徐々にやっていくのかな。でも多分今さらもう無理な気がする。あんまりじゃん、俺デップと思ったことないっすよ。そうっすね、俺は分かんないっすよ。ほんと、俺はねえ、なんかやたら最近それをネタにされるから、ちょっともうあのいいかなってね、調べてみて。入店デメリット太る。ホストのせいです、それは。ホストで全部そうなんですね。まあホストって太るからね。でもね、俺もだって今より太ってた時期あったもん。めっちゃ3年前ぐらい、今より5キロぐらい太ってたわ。いやー、5キロだったら全然いいじゃないですか。でも超太ってたよな、その時ね。一緒にあの沖縄行った時に、沖縄行った時ぐらいです、ね。そうそうそう、沖縄行った時は結構デブでしたね。デブだったね。結構デブでしたね。結構デブだったね。皆さんどれくらい太りました？俺でも沖縄行った時は今よりは痩せてた。痩せてた、うん、痩せてた、うん、そっからもう今15キロぐらい太った感じで、うん、そうですね。1個いや、でも太るよね。やばい。前にドラマ出た時にあれに似てるじゃん、多分。なんだ、バズライトイヤー。あ、だからさっきバズライトイヤーって書いたんだ。バズライトイヤー、ちょっと似てるかもしれないわ。ね、いやー、そうなんだよね。いや、なんかでも一時期本当に営業後にラーメン二郎毎日食べてて、そう、毎日食べてたら本当に、毒が入ってた。そう本当に多分リアルに今より10キロぐらい太ってたんじゃないかなっていう。ラーメン二郎、ラーメン二郎で本当に。ないじゃん、ラーメン二郎。そうめっちゃ太ったんだよね。あ、ハマるって言います。そう、ハマるし、もう行きまくってたから、なんかあのトッピングとかも何にも言わないでもやってくれるっていう。常連の。そう、いつもので通じるって。そう、ジローは太るからね。今の ルナ枕したいかと思ったら、ルナ枕にしたいし。確かに気持ちよさそうだわ。枕で、マンも一時期ちょっと太った時期あったよね。今も太ってます、それは。え、そう。そんぐらいがいいよね、でも。うん、憧れるもん、なんか。ちょっとそういう体型が。あや、太んないよね。確かに。でも一応パラレル入ってから6キロぐらい太りましたよ。マジで？あ、本当に。5、6キロ。それで？だから元が細すぎた。あー。みんな太るの。でも本当太るよね。あれ、お酒飲まないの？営業中。どういうことですか？お酒飲んでる？飲んでますよ。飲んでるっけ？あやってあんま酔っ払ってるイメージないよ。酔ってもわかんないですよ。あやはぶっちゃけなんだかんだあんまり飲まないから結構だから細いんだよ。なのかな。もともと何キロだったの、ホストやる前。ホストやる前ですか。うん。でも50あるかないかぐらい。ああ、でもそうだよね。俺もなんかホストやる前もともと49キロだったの。あ、超ガリガリだったんだけど、やっぱ太ったから。52キロだったでしょ。そう、だからホストやる前歌舞伎町歩いてる変な子供に
あ、骨骨人間が歩いてる。超失礼でしょ。やばい。あ、骨骨人間が歩いてる。子供に。っていう風に言われたことがあるぐらい痩せてたっていう昔は。いやー、コラボ。まあでもぽっちゃりの方がなんか最近モテるのかなと思ってきて。でぽっちゃりって結構モテるよね。ね、なんでモテるんだろう、ぽっちゃりってね。なんか結構太ってるぐらいがちょうどいいって女の子多くない？最近なら最近。エルナさんモテます？モテないですね。全然モテないですね。はい。で、モテない。で、いや、エルナさんだともうお金で解決しちゃうんでも。そうそうそう。このレベルになるとね、もうもう。経費で解決する。経費もだって。結局はね。そう、経費で解決するから。はい、じゃあ、入店メリット、次は7個目。7個目。7個目ですか、はい、困ったら何でも経費で解決できる。よいしょ。はい。はい。そうです。そうです。携帯代がなくても、ご飯食えなくても。はい。はい、もう。従業員があの自由に経費を使えるお店なんで、はい、はい、みんなお金持ち気分って言うんですか、はい、よいしょ。はい、マジック。はい、そろそろスイカを投入しますか。そうっすね、食べますか。これ、どうやって食べるの。どうやって食べるの。もう俺忘れてたもん、このスイカの存在を。ダブグリスト、これ。あ、俺そろそろ行かなくちゃいけない、もうお店に。って10個ぐらい来たら行かないかも。って10個来たら行きません。いやもうね、これはちょっと行こう、来ないで。じゃあちょっと行こうかな。みんなで行かないで。行かないで。行こうかな。じゃあ来た行こうかな。あ、来た4個来た。あ、6個、7個、8個、9個、10個。よいしょ。行きません。行かないです。ね。ちょっとね。はい、そろそろ。一口ずつ。じゃあ一口ずつ。あやくんの昇格祝いと、次のあの新店オープン祝い。夏でした。美味しい。夏だ。美味しい。美味しい。うまい。スイカってどんな味だったっけ？普通にうまい。普通にうまい。スイカ、今年初の。あ、うまい。ギザギザ。いや、どっちなんか、ルナさん、スイカめっちゃ似合わない。めっちゃ似合うね。めちゃくちゃスイカ似合うね。なんか、スイカ、その、今、歌舞伎で一番スイカが似合う男なんじゃないかって。少年似合うなスイカ。今スクショして、みんなスクショして。はい、食いたい人は視聴者プレゼントください。視聴者プレゼント、みんなの DNA。はい、このスイカはお店に持って帰って、はい、みんなでみんなで、ね、美味しくみんなで飾りましょう、お店に。はい、これどういきますか。行きましょう。はいはい、ついにね、ネタがなくなりました。やばいついにこの時間が。じゃあ、いやー、いやー、これフリーですか。フリー。いやー、だいぶこれもう本当にあれだよね、喋り逃げってやつだよ。喋り逃げってやつだよ。じゃあ2丁目って何なの。ゲイっぽいと思う。マジでじゃあすかやばい、顔面レベルが一気に下がったね。どうしよう。俺の代わりにこの鳥を置いとくわ。代わりにこの鳥をじゃあ置いとくから。しかも結構リアル。ちょっと可愛いっていうの、鳥。
ライチューが言っちゃいます。みんなでじゃあバイバイってバイ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 個人ニコロ笑ってるはい、行っちゃいました。ライト君忙しいんだね、彼は多忙な人間なんだね。忙しいですね、はい静かじゃん。いやいや、いやまだ入店メリットまだ7個しか言ってないから8個目をマオ君から。入店メリットですか。何80個言いますこれ80個入店メリットですか。何すかね。あ、お、あれだ。何何何、他のホストにはない入店メリット。他のホスト、ホストクラブにない入店メリット。マジックはここがすごいってやつね。他のメリット花がなくなったなんか一気にガクッと寂しい、なんかすごい寂しい寂しくなっちゃったね。誰か呼びます。いや、イケメンっていいね。あともうちょいだから誰か呼ぶ。呼びます。微妙な時間ですよ微妙な時間なんで4人で頑張ろうはい、入店メリット。はい、バンドマンになれるなれるっていうか、なってる人が来るだけじゃんパラレル入ってる。そう、うちのパラレルもね、マジックも多分、バンドマンがね、すごい多いで、そこで、あのバンドマン代表としてあの神谷君からお知らせが。お知らせ、いいですか、言っちゃって使っちゃっていいですか。お知らせタイムをついて本当ですか、はい、あるかな。失礼しちゃいますか。実はですね、はい、実はですね、はい、あった CD が発売になります。イエーイ、よいしょ。イエーイ、ナビットスター。そうなんです。7月1日からリリースなんですけど、お、アップになるかな、もしかして。はい、7月1日からリリースなんですけど、なんとね、明日ライカーエジソン東京店さんの方でインスタイベントの方をさせていただくので、はい、ぜひとも足を運んでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、はい、店に来てもらえます。店に来たら多分ぼったくられるんでやめてくださいあの、CD ショップで2000円で買えます。こちら2000円、税込みで2000円なんで、税込みで2000円、すごい。はい、お釣り出ないようにやったんで、よく、はい、ぜひともね、これをお店で買うといくらですか。14000円。いや、高いですし高いですし、 CD ショップで買ってくださいお願いします。いくらがめんどくさいって人はお店で1万円なんです1万円ちゃんと担当の売り上げにもついてます。いやそんな2000円とか300円じゃないけど、いやこれ作るの苦労してるんですから、本当に。はい、はい、1万円の商計の1万4000円ですよ、お店があると。まあ、でもねスクラで1万だと安いもんだよね。いや、関係ないっすからまた関係ないところで作ってるんではいはい。いやじゃあ、あれはあのライブ告知みたいな。ライブ告知は7月の28日に渋谷の方で主催イベントがあるんで、ぜひとも遊びに来てください。はい、はい、あれがマオも発表されます。僕は一応、はい、言っちゃおう、言っちゃおう。7月の8日に、はい、8日にこの歌舞伎町の、はい、7月の8日歌舞伎町のルイード K4 でルイード K4 でライブがあるんで。おっやめたんじゃなかった。いやいやだ、またファイナルなんで、そこがファイナルです。真央くんの、はい、バンドマン人生ファイナルのライブなんで、化粧するの多分そこが最後だと思うんで。なるほど、いつですよ、マオ君。いつものパターンですよ、はい、実はちょっと新バンド決まりましたね。ちょっとチェキが500円で、500円で10枚買ってくれたらツーショットあるんで。おお、いいっすね。最後なんでお願いします。遊び行こうよ、行こうかな。休んで休んで休んで行こうかな。4月8日と4月28日ですね。いやー、マオ君本当にもうバンド辞めたんでホスト本気でやりますって言った1ヶ月後にライブあるいや、もうそれでもともと決まったんで。あ、そうなの。それで終わり、本当にそれで終わりです。その日はじゃあ休む。いや、出勤します。了解です。そんな感じです。来月は俺ちょっとお休みが多いんで。来
ダメです。はい。大丈夫かな、はい、他のね。あ、あやはなんか個人的な告知はない。告知は告知は。あやからの告知はちょっと。告知は、なんか。個人的な告知。あといくらでちょっと給料上がるから、みたいな。ないんでしょ何も何もないですよ。ないでしょ。俺もライブしますかじゃあ。あやくんのライブはいつなのよ。もう。はい。ライブ。あやくんの単独ライブは路上ライブしちゃうよ、もう。路上ライブしちゃいますか。そうですね。あ、マジックビートオープンなの。8月4日です。そうですね。8月4日。一部です、一部。マジックは三軒75ビール、あれですね、歌舞伎町のミニストップの向かいです。はい。わかりましたか？はい。わかりましたか？はい。一部何時から？19時からです。はい。19時から。19時から。はい。よし、じゃあ。CM で、はい、はい、じゃあ CM どうぞお願いします。レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ、私はここに通ってるのはレイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない BS グループ。自分を変えたいすべての人、さあ、フェイトへおいでよ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。素敵な恋しよう。です。イエイ。イエイ。いやー。びしょびしょ。もう一回 CM 行きますか。そうですね。なんと今コメントが今874件。お、すごいのか悪いのか。いやでもね、この番組本当ね出たくないんですよね。やめてよ。いや、あの本名をバラされるわ、整形バラされるわ、最低な最低な番組だなっていう。最近お店のみんながあんまり出たくなくなっちゃった。そう、なんかぶっ込みすぎてみたいな。はい。ぶっ込み出るって言われるしね。30回は出るもん。一回で。もう本当にみんな悪口言ってくるから。はい。リアルボス。でもね、じゃあ7月のねスケジュールを発表しましょう。はい、発表しましょうか。はい。7月の6日、はい、僕からの告知ですね。お店のパラレルの、パラレルの告知を告知です。7月の6日、はい、なんとパラレル1万円で飲み放題、イエイ、浴衣バージョン、イエイイエイ。その辺はみんな浴衣着るんですか？なんと浴衣、あ、みんな浴衣着る。浴衣で、ジンベエダメですか？はい、ジンベエダメですか？ジンベエでも大丈夫です。ラス、みんな浴衣着て、そう、1万円飲み放題でね。はい、浴衣も見れるし、飲み放題だし、なんていいんだっていう、ね、日付変わったら七夕で、確かに、はい、その担当さんとアフターしちゃえばいいんじゃないかなっていう。やばいっすね、タグタグ恐ろしいことになりますね、浴衣でね。で、4月の13日、はい、4月の13日は、セスナ君のバースデーです。
お、おー、ありがとうございます。いけるのかね。いけるのか。いけるのか。ハラハラドキドキの。いけるのか。頑張って。頑張れ、せつな。頑張れ。頑張れ。単独ですもんね。単独ですね。初の単独ライブですね。いいでしょう。はい、で、7月の20日、はい、なんと、マジック組がね、いなくなっちゃうんで、ライチューとマオク、さよならイベント。さよならイベント。さよなら。さよなら、さよなら。寂しいぞって。ライト・マオ、まあ、その他、さよならイベント。その他、その他誰が行くのかまだ未定ということで、はい。誰が行くのか未定です。マオくんとライトくんは決まってます。刹那は行きません。ちなみにルナさんとか神はどこなんですか？僕たちはもうどっちもね。ああ、じゃあどっちも出ない感じで。今後はちょこ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 顔出して。そうですね。ミーティングだけして帰るみたいな。はい。わかりました。いいですね。系列同士で浮気してたらバレちゃうよっていう。そうですね。バレますね。バレちゃうよっていう。でもまあ初回はね、また来てもらおうかなっていう、その進展なんで、はい、そうですね、ね、そうですね、進展なんで初回は来ますね。そうですね。で、正直お互い指名がいても大丈夫ですね。まあまあまあ、それはね、はい、まあ従業員もまたね、新しくバーンってたくさん入るんで、そうですね、またね、楽しい感じで予想何人ぐらい入りそうかな。多分オープンのスタッフが20人予想ですね。あ、予想だと20人、20予想ですね。で、1週間で多分半分減るんだよ。1週間で10人ぐらいまで減るんですよ。まあ、ね、定番や、定番のね、定番のパターンです。ポスターがある、あの入店祝い金目当ての方がたくさん、みんなの埋没して飛んでくる。はい、お、なんと今コメントが964件。お、あと40件行こう。お、もうちょいだ、もうちょい、1000まで。よいしょ、ね、もうこれで面接はまだ来てないよ。でもパラレル自体の人数増えてるからね。お、ソースがね、あれなんてまだアップされてないんで。いやー、ルール痛い。そうです。そんで、まあその見てる方たちも、もしね、進展やら、マジックやら、パラレルやら、ホストやりたそうな男の子がいたら紹介してくれたら、なんと3万円なんか微妙な3万円3万円3万円から10万円まで。そうですね、紹介金の方をね、申し上げるんで紹介してください、男子を。イケメンは10万ですか。イケメンは10万ですね。もし、本当にブサイクだったら3000円。ハマったんですか。ですね、やらしい。3万か。まあ、平均的にね。平均的にね。平均的にね。うん、すぐ飛んじゃうから入ってる。確かに。そう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 。はい。まあ、3万あれば。そう、イケメンそう見つけてね、ぜひ、ぜひください、イケメンを。イケメン、10万くらい。彼好きだな。イケメン、イケメンが来れば10万。30万でもね、もう本当にね、有名ホストで来てる。有名ホスト。はい、中宮君の最後、締めてもらおうかな、はい、あと10分ぐらいですね、あと10分、10分も締めれないですよ。あと10分、あと10分、なんか質問とかあれば。そうですね、なんか質問とかあったらガンガンください。はい、あんまり返さないけど。マジっすか。まあ、特にないかな、質問は。そうですね。お、コメントあと4件。お、4件で、1000だ。売り上げ上げたらもっとくれる。もっと上げます。来週、あ、1000いきました。お、イエイ、お、イエイ。あ、悪口。悪口悪口。はい、僕は指名できません。イエイ。ただまあ、ルナさん、個人的に遊んだりはしますもんね。しません。あれ、しません。LINE 交換はしません。あ、本当です。誰とも連絡取ってないっていうことにしときますね。あとで怖いね。怖いですね、この番組。何してるの。いつもそれはもうね、遊んでるに決まってる。遊んでないよ。
今日は行くよくど行くみたいな行けよ明日渋谷行こうみたいな。いやいや、いつも仕事してますちゃんと。本当ですか。最近はでも本当昼に起きて毎日DVD を見てるんですけど、出勤時間まで何かおすすめの DVD があったら教えてください。ウォーキングデッド見ました。見た見た。あ、なんだろうな。そう、海外ドラマドラマ系ですか。海外ドラマ系はね、今ね結構見てる。そう、最近なんか見るのがなくなってきちゃって。神谷君か。俺もなんですよ。俺も結構多分同じのを大体見てる。ああ、そうだ、ね、なんかシリーズものに手出してるじゃないですか、どうしても。なんかそう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 結構その外国のドラマって長いじゃん。長いから、ね、結構ね時間つぶし、時間つぶしになるできるって10本ぐらい借りるもん一発で。シーズン2とかありますもんね。そう、シーズン2とかあのなんかいつまで経っても終わんない感がムカつくよね。確かにずる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 。はいはい、はい、はい、そうだな。何かありますか。そうですね。あ、ちなみになんか来月その名古屋に行くんですけど、遊びにみんなで。お、なんか名古屋になんかおすすめの場所とかありますか。楽しいところ。はい。知ってる人います？それは。確かに。名古屋。なんかあるかな。名古屋ここ行かないとダメとか、これ食べとた方がいいよみたいな。名古屋の名産は何だろうね。愛知県。手羽先。手羽先。味噌カツ。味噌カツ。マレフィセント。なんすか。見ます。DVD のタイトル。DVD か。あれまだ映画来月公開じゃないですか。マレフィセント。マレフィセント。あ、そうなの。そうそうそう、名古屋に住んで何かおすすめの、はい、今日の家ね、お店とかありますか。7回目のホストグランプリ挑戦者募集してるよ。お。お、全然興味ないけど。すごい、7回目のホストグランプリ。真央くん出る？出ないです。多分そういうのなんかみんな出ないですよ。なんか面倒したがるし。なんか、それって休みの日でも出ないといけないですかみたいな。強制みたいになってる。え、営業時間5ですかみたいな。あんかけスパ。あんかけスパうまそうだね。うまそう。はい、はい、行かないですよ。はい。そんなね、変なことどこっすか。キャバクラですか。言いますよ、プロデューサーですよ、だってそういう、そっちの場所には行かない。なんか食いますよね。いや、もう自分の時はこうやってなんかそのそっち系の場所には人にはぶっ込むくせに。本当に観光だけなんで。本当ですか。困りましたよ、今日。ですよ、ガンガン心をきれいに洗ってこようかな。ですよ、案内所に行くルナさんをしゃべって乗せるんだよ。任せてください、それはブログに乗せるんだよ。本当にね、知らないから、知らないんだよ。案内所。はい。本当にモテないからね。モテないからそういうお店行くんですよね。そしてこっちでみたいな。これね、こっちでこれで、ね、オーナーなんだよねみたいな。はい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 、いや、後で怒られちゃうわ、こんなに。はい、早く終わってくれ。待ってくれ、あと5分まだありますよ。まだ5分、5分ですごいぶっ込みをして終わろうと思います。ダメダメ、最終ヘリが。お、なんとコメントが1100件まで来ました。お、すごい。ルナって怒るの？怒ります。怖い時、怖い、本当に怒ってる時は本当火炎放射器振りますんで。そうですね。やばいですね、本当に。はい。でもうちの店結構優しいよね。あ、喧嘩とかないもんね。ないっすね。かなり優しい方ですね。なんか全然ね、もう建て替え飛ばれてもいくらでも日払いさせてあげるしね。いや、結構優しいですよね。いや、本当にもうみんなうちの店で働いた方がいいよ。うん、本当に。いや、給料も結構いいし、しかもマイナスになったら結構ね、温情でプラスにしますもん。そうそうそう。なんか優しさで頑張りし、頑張ったでしょみたいな。結構意味のわかんない賞金つけて。最高じゃないですか、それ。
結構最高な店なんで。だからみんな飛ばないのか。だからみんな飛ばないんですよ。そうですよ。ぶっとり常習犯のね、ホストたちがいっぱい溢れてる。確かに。うちの店では頑張って働いてくれる。はい。はい、じゃあなんかそうだな、最後にじゃあルダさんから今日のなんか初回の得点とかあればそれでいきますか。はい、教えてもらいたいなと思います。今日の初回の得点はい、どうするどうするんですかね。もうね、別にいくらでもいいんですよ。そうっすね。初回なんてこれできた人はいます。これね、何人かいるかな。ニコ生見たで初回来た人は今まで2人ぐらい。てか、なんか初回あんま入れないですよね、時間帯的に。まあね、ほとんどなんか遅い時間帯混んじゃって初回お断りしちゃってるんで。そうですね。なんでちょっと早い時間帯狙ってね、来ていただけると入れるかなっていう。初回ただで、もうただなんていうのはもう当たり前なんですよ。別にそうですね。ただプラスで何かあげれたらなって。ワンコン何がね、あったら替え針でも出しますか。替え針、初回にすごい優しいお店だけど。どっかありましたよ。じゃあシャンパンコール付きのあみたいな。あ、わかった。はい、ワイン、グラスワイン。グラスワイン、あーいいっすね。ワインサービス。そうなんですよ、1年前ぐらいで来られるお店がね、できたんですけど。はいはいはい。2012年の8月かな、確か13年の8月。2013年の8月に、はい、パラレルがオープンするときに初期発注したワインが、はい、未だに開いてないんで、ね、そうですね、残ってないですね。ワインはでも、ね、寝かした方がいいっていうかね。もしかしたら美味しくなってるか。そうですね。はい、1分前。じゃあ今日初回に来てくれた方に、はい、ワインタダで、はい、ワイン飲み放題ワイン飲み放題在庫処分で。もしそれごとあげるって。そうですね、持って帰っていいよっていう。ボトル1本くらいと結構あるんですか。いや、結構あるよね。みんなワイン飲まないですからね。そう、シャンパンコールがね、新しくなってるんで。そう、シャンパンコールも変わったんで。はい、これ俺、内勤になったらシャンパンコールしなくていいですか。はい、マッスルかも。はい、内勤でもやるよ。じゃあなんで今日初回ニコ生見たで、はい、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。それではまた来週かな、再来週かな、また再来週。多分来週お休み。また来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。